日本東京都千代田区九段南九段南は東京都千代田区の地名。現行行政地名は九段南1丁目から九段南4丁目の四課、町。住居表示実施済み区域である。郵便番号は102-0074。江戸時代には大名の武家屋敷が立ち並んでおり、明治時代後も元大名が皇族、家族の屋敷が存在した。皇居が 目の前の高級住宅街であり、町会は1丁目から4丁目すべてがそれぞれ合同で結成されている。東京都千代田区の北西部に位置し、麹町地域に属する。町域の東部は日本橋側を境に、神田神保町及び一橋に、西は5番町に、南部は3番町、4番町及び北の丸公園に、北部は靖国通りを境に、九段北にそれぞれ接し、 安国通りに沿って球団下駅から市ヶ谷駅までの細長い外区を形成している。市ヶ谷駅、飯田橋駅まで徒歩圏内にあり、神楽坂から散策も可能である。皇居、安国神社、千鳥ヶ淵北の丸公園に近い。九段南は商業地としての性格が強く、通り沿いを中心に各種ビルや商店などが並んでいる。他に公的機関や、 住宅地も見られる。公園、神社等があるため都心としては、自然が多く残されている。球団下、麹町、長田町、霞ヶ関等の館長、公的機関、弁護士事務所等が集中するエリアに近接する。通称、九段下。九段坂からまな板橋までの南側一帯。牛ヶ淵に接する国有地には球団会館、昭和館があり、民地はない。 内堀通りの東側も千代田区役所や税務署などの役所で占められており、住民は極めて少ない。通称、旧壇場。昭和初期までは、富士見町の名で知られ、明治時代には山の手随一の繁華街として賑わった。東京屈指の花街があり、長い花風の岡目笹の舞台となった。トヨタ自動車販売のほか、 オフィスビルとマンションで占められ、かつての産業地にわずかに民家や小規模な貸しビルが立ち並んでいる。千鳥ヶ淵添いは千鳥ヶ淵緑道で桜並木となっており、桜のシーズンは多くの人が訪れる。パークマンション千鳥ヶ淵、セントラルレジデンス番長シティタワー、ビラハイツ北の丸等の高級マンションが点在する。富士見町に連続する花町であり、 戦後は球団鍵盤が町内に置かれていた。産業地の置きや町合、料亭はほとんど消滅し、小規模な貸しビルで占められている。一口坂交差点から市ヶ谷駅までの地域で商店、マンション、民家が混在する。住民の結束が固く、山農祭では麹町の宇治湖地域の中核として大御輿や林の乗り出しを運営する。 一ヶ谷駅が鉄道の結節点となったことから、駅前の商業地として賑わっている。九段という町名は、震災復興計画の中で靖国通りが拡幅、完成した後、1933年7月に初めて設置されたものである。それ以前は、九段一丁目は、飯田町、竹平町、九段二丁目は、富士見町二丁目と一丁目の一部、 九段三丁目は三番町、四番町、富士見町三丁目の一部、九段四丁目は三番町、四番町の一部であった。1966年に新住居表示が施行され、九段各丁目は靖国通りを境にして南北に分けられた。しかし、住民の上海活動は南北合同で運営されている。たやすもん。 九段坂の無人地帯を挟むことから、九段一丁目と、それ以外の坂上の町内との人的交流は少なく、また一点二丁目が、築土神社、三点四丁目が、日枝神社の宇治湖地域であることから、祭礼も、別々になっている。しかし、1980年代までは九段二丁目、三丁目には、花町があり、戦前までは、神楽坂をしのぐ繁栄を見せていた。 関東大震災によって、東京の市街化が西に進み、新宿が繁華街となるまでは、球団上から三番町までが山抜随一の盛り場であり、両邸や寄席も立ち並び、靖国神社の門前町としての性格も持っていた。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は、 以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。交通機関は東京メトロ、半蔵門線、南北線、東西線、有楽町線、JR 中央線が利用可能で、丸の内、新宿、渋谷、池袋、銀座等都内所地域への交通の便は良い。ありがとうございます。